と音聞かせてよ。あ、ぜひ、はい。7リッターの音を。いや、あなた素敵だね。ありがとうございます。本当素敵。近所迷惑。近所迷惑。すごい。これが1970年代にできてんだよ、これが。この芸術品が。ねえ。これいつ買ったの？4年前です。高いじゃん。高いです。4年前高いですよ、これ。いや、もう高いですよ。その時で1900万。そうだ。今だったら下手したら4000万ぐらいですけどね。3000あたりだと思います。1000万あったんだね、はい、ほら、本物 S2000、S2 だから、もうこれ新車みたいですね。ほら、これ新車、新車、めっちゃ綺麗。ほら、この S2 のエンジンが名機なんですよ。この時代は。そう、この時代で160馬力ですよ。なんか芸術品を見てるみたいな。そう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 、ね、これソレックスの何パイ？これは44パイですね。のニスモスですね。あ、そう、はい、そこだけ変えてるんだ。これ回転ですね。ちょっとエンジンちょっとだけかけてください。はい。ね、暴力的でしょ。これが1970年代にできてんだよ、これが。この芸術品が、ね、いや、めっちゃ綺麗。この辺もエキゾーストなんかすげえ。これはもういつから乗ってるんですか？これは僕は3年目なんですけれども、もともとの車両がこれ、実はテネコジャパンで僕が3代目のオーナーなんですよ。車内で回ってるんだ。そうですね。いい伝統ですね。いや、これいずれまた誰かに矢沢さんを渡す。言ってきたら僕で終わりにしたいですね。終わりしたいですよ ね、 これね。最後はこの車で終わりたいなと思って。いや、楽しい。エンジンはじゃあやってるってこと？そうですね、最初のオーナーが、33の N1 エンジンをフルリギルとかけて、はい、乗っかってるような、ちょっとエンジン見せて。そうですね、見た目がノーマルっぽく見えるんですけど、中身は実は結構いじってあるエンジンです。え、これで何馬力？その時聞いたのは550馬力。もともとは280馬力じゃなきゃいけないんですよ。そうですよね、はい、見た目は分かんない。分からない。分かんない。見た目分かんない。ほら、RB26 の音。いい音だ。うわぁ、これは別物ですね。別物ですよ。別物です、これ。ここですね。ですね。これ GTR とは違うですね、これ。いや、だけど、今とんでもない金額しますからね、これ。うん、これを誰にやってもらったんだ、前の方は。多分お店かどっかだとは思うんですけれども、ちょっと自分が譲ってもらった時にはメーター関係も全部ダメになってたので。いや、これ業者に出さないとこんな埋め込みできない。これちょっとつかぬことを聞くんですけども、はい、先輩からね、はい、3年前にいくらで譲り受けたんですか？本当のお値段も言った方がいいんですか？言ってくださいよ。50万切ってたんですよ。え、どういうこと？前のオーナーが 車検取った時に40万かかったので、40万プラス税金代の方で。今これいくらすると思います？この現状で。わかんない。いくらですか？500くだらないですよ、これ。あ、そう。これは何カスタマイズしてるんですか？一応これ 6.4 の NA ベースで、はい、スーパーチャージャー後付けで。あ、後付けなんだ、はい、後付けのスーパーチャージャー見ましょうよ。 あら、お、中がまたすごいですね、これ。金かかってますね。もともとこれの状態で買ったんです。あ、そう、はい、これあれですか、失礼ですけども、いくらぐらいで買えるんですか？当時安くて600で。600万、安いわ。え、これで何馬力？これ600です。あ、600あるんだ。ちょっと音聞きたい。お願いします。音聞きたい。あ、ほんと、ちょっと高音系が。マークだろ。近所迷惑。近所迷惑。すごい。もう大丈夫って感じ。ご主人、はい、完全に近所迷惑じゃないですか、これ。デモカーなんで。デモカーね。パワフルだな。いいですね。
千馬力。ただ車ですね、また。え千馬力ですね。これ見てください、土屋さん。えほら、千馬力。マジで、はい、何考えてんの、そんなに。ちょっとエンジン見せて。はい。いや、800馬力は乗ったことありますよ、俺。千馬力はない。どこが千馬力？どこがあるのかな、はい、エンジンマグナソン積んで、アメリカのヘネシー車で、はい、千馬力にチューンしてもらって、で入れてます。はあ、これですね。これ千馬力になると、はい、どうなるんですか、車は。目いっぱい踏むとウィリーしそうなぐらい馬力あります。これってエンジンだけ例えば1000馬力にして足回りというかさ、タイヤも含めて対応できるんですか。あ、全部それ仕様にしたら全部してあります。いくらかかってんの。はい、1000万以上、ね、1000万以上、はい、1000万以上出ました。いや俺久々に1000馬力聞いた。いや本当に土屋さん1000馬力の車に乗ったことあるんですか。Cカーのポルシェ、ポルシェ 962C、うん、あれも、まあ、日産もトヨタも1000馬力ありましたからね、あの当時。ああ、そうなんですか。うん、だから乗ってましたよ。いや、とんでもなく速いですよ。もう一回ちょっとエンジン聞かせていただきます。これちょっと締めてよろしいですか。落ち着いてますね。いや、もうもっと踏めば多分もっと。ああ、まあ、そうだよね。はい、ちょっと控えめにしてる。いやー、いいもの見せてもらった。これってどうやって買うんですか。私カーセンサーで探しましたね。カーセンサー、はい、カーセンサーであった、これありました。これマジ。カーセンサーで1台目を広島に見に行って、うん、それが 5000cc だったんですよ。ああ、で 5000cc の音を聞いたときに私が乗ってた FD よりも音がちっちゃかったんですよ、うん、で、あ、これは違うと。ああ、そしたら 7000cc が大阪にあるよって言って、ああ、その足でそのまま見に行って、ああ、で音を聞かせてもらったんです。 7000cc を買いますって。ちょっと音聞かせてよ。ああ、ぜひ、はい。7リッターの音を。いや、あなた素敵だね。ありがとうございます。素敵。めっちゃ素敵ですよ。まだこの車をさ、今日ね、7時間かかって兵庫県から来てくれたことに対するもうなんかさ、ああ、もうね、ありがたいね。ありがたい、ありがたい。いや、本当にありがたい、あなた。車業界ね、あなたは必要だ。ありがとうございます。いや、本当に、なんか俺なんか、いや、これ嬉しい、もうかけてください。はい。嬉しくなっちゃう。かけますね。はい。いやいや、すごい。でも、いや、すごいな。いや、これ乗ってたらめっちゃかっこいいですよ。いや、かっこよすぎる。ちょっとエンジン見たい。あ、はい。はぁ、7リッター、はい、5リッターの音じゃ満足しなかった。満足しなかった、できなかったです。いや、ヘビさん、そんな人いるんですね。ねえ。いや、あなた本当すごいわ。いや、5リッターでもいい音しますよ。5リッターの音じゃ満足しないんですよ。FD が結構エンジン手入れてたので。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗エンジン。結構エンジンは磨いてます。いや、これエンジンめっちゃ綺麗な。エンジンはどこのこれ。これフォードのエンジン。フォードですよね、はい、フォードエンジンのラウシュチューニングです。うわ、そうですよね。はぁ、めっちゃ綺麗。新車、新車だよこれ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。